はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネル始まりました。今宵も第148回放送ということで盛り上がってまいりたいと思います。私改めまして、この鉄遊戯王チャンネルのメインパーソナリティの鉄と申します。よろしくお願いします。どうもこんばんは、ありがとうございます。はい、コメントの方盛り上がっていてありがとうございます。嬉しいです。では10分ぶりって、あ最初のテスト放送から見ている方がいらっしゃったんですね。ありがとうございます。それではまずは、そうですね、パーソナリティの方から見ましょうか。シェルさん、お願いします。はい、こんばんは。どうも、シェルです。どこ行ってたんですか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シェルと申します。はい、シェルさん、今日のメインとか言われてますけど、ちょっと意気込みとか聞いとったらいいんじゃないですか。あ、そうですね。はい、そうですね。今日はね、ちょっとね、いろいろとね、自分喋ること多いかと思うんで、いつもなんか自分ね、あの、おまけみたいな感じですけど、今日は、ね、後半の、いや、おまけで、なんか、アイスのおまけ的な感じでいいんですけども、まあ、今日はね、ちょっと喋る部分が後半の方に出てくると思う。構築楽しみよとか言われてますよ。やばいっすよ、これ。もう、ちょっと早いわ、フライングだわ、それ。いや、やっぱなんだかんだ。はい、よろしくお願いします。はい、そして、今宵もこの方に動画の方はお任せしましょう。石子さん、お願いします。どうも、石子でーす。ここで会ったが8分目。何で10分前の話引き継いでんすか。はい、今日もですね。石郷さんに対戦動画の、あのもう最近すっかりレギュラーみたいな感じで、はい、いやありがとうございます。あの動画の方をね、実際に撮ってもらったり、その場所にいてもらってる方なので、まあ、これ以上の臨場感を伝えるに越した人はいないかなと思っております。じゃあ石郷さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日の番組構成なんですけども、ツイッターの方で自分の方が言っていた通りですね、対戦動画の実況解説にはちょっと緩い感じで、まあ、説明と観戦みたいなコーナーからシェルさんの方がプレゼンする、なんとネクロスのね、新たなステージみたいなデッキ構築解説という、この2本立てを今夜は予定しております。はい、でですね、対戦動画なんですけど、前回放送からちょっと試みみたいな感じでやってるんですけど、どっちが勝つのかみたいなね、まあ、リスナーとパーソナリティ予想じゃないですけど、やってみたいと思いまして、ちょっとアンケートを取りたいんですよ。で、シャドールと今日は UA というこの海外新規のカードになるんですけども、シャドールに関しては皆さんもうご存知、使っている方も多ければ、いろいろと痛い目を見た方もいると思うんですけど、ちょっと後者のね、解説を、そう、あのコメントの方で今流れましたけど、いまいちわからんなっていう人もいると思うんですけど、ちょっと石子さんの方からですね、こんなデッキだよっていうのを聞いてからアンケートを取りたいと思います。ということで石子さん、ちょっとだけお願いしていいですか。はい、はいはい、あのこの UA というのはまず何略か、これはウルトラアスリートの略らしくてですね、このウルトラアスリートアメリカからやってきたスポーツ選手のテーマですね。すげえな。はい、野球、サッカー、アメフトが今選手がいて、それぞれ、あの攻守交代をしながら戦っていくんです。ほう。なんかグローバルですね。そうですね。ちなみにやっぱりシャドールとの相性っていうのが気になるところではありますけど、どうですかね。UA というデッキがエクストラをほぼ使わないんですね。お、これは、はい、なので、あのそういう意味ではそのエクストラデッキモンスターを使わないから、シャドールフュージョンのデッキ融合を防げるというメリットがあります。おこれはリスナーの方、ちょっと大きなヒントになるんじゃないですか。石川さん、もうちょっとなんか教えてくださいよ。そうですね、あのまあ打点、うん、なんか4、5戦になって貫通2回攻撃とか。おなるほど。結構そのパワー的にはなかなかスペックを持ってるような印象です。ゴリ押しですね。おお、もうアメリカ USA みたいな。なるほど、なんか本当そうですね、その通りな印象を受けますね。なんかそうですね、あのマイケル・ベイが使うデッキですね。
なんだろう、大わしながらも、まあ、脳筋とは言いつつも、もうその。ユナイテッドスタイルズナンバーワンみたいな。はい。という石郷さんの、ゆえのヒントといってはなんですけど、聞きまして、シャドールはもちろん、今皆さんたちが思っているシャドール、ね、もう隙がないと言いますが、強みしかないようなデッキ、このどちらが勝つかというアンケートを取って、コーナーの方に移りたいと思います。じゃあアンケートいきます。どうぞ。シャドールと UA どっちが勝つということで、1、シャドール。一択じゃないですか、こんな。2、UA。3。もう、一択じゃないですか、こんな。まあ、3番が、まあ、謎の聖騎士とかいうね、コメントも流れてますけど、まあね、皆さんの心の中に映ってるものっていうのもあると思うんですよ。ね、シェルさん。なるほど。まあね、実際シャドールと聖騎士戦うとね、うん、まあ、うん、っていうことでね。はい。じゃあ、シェルさん、カウントダウンお願いします。3、2、1、終了。じゃあ、結果表示します。よいしょ。なんで聖騎士多いんだよ。シャドール 24%、UA 28%、聖騎士 48% ということでですね。まあ今日聖騎士出んのかっていう。逆に申し訳ないですね、これ出題した側が。個人みたいな感じだね。個人だね。はい。一応聖騎士を除外したとしまして、まあ、UA の方が 4% シャドールに優位ということでね、これは海外新規で期待があるっていうのはなんかね、カードをこうプレゼンしていく身としてはなんかこう、いいね。アメリカ市場なんかに比べたらもうアメリカのね、すげえ。すげえすげえ。この煽りがすげえ。はい、ということでこの通りの結果になるのか、リスナーの皆さんも心して見ていただければと思います。ではタイトルコールの方をして動画の方を見ていきましょう。じゃあ皆さんいいですか、自分がコールするので、その時に合わせてですね、コメント欄の方で、鉄遊戯王チャンネルなり、鉄ラジなど、一緒に打っていただければ嬉しいです。じゃあ、いきますよ。じゃあ、それについてこれがちゃう。じゃあ、いきますよ。鉄遊戯王、ちょっと早い早い。せーの。鉄遊戯王チャンネル。何すか、チャチャンネル。謎の聖騎士ってさ。いや、聖騎士が勝てるなんて聞くみてえな。まあ、聖騎士が強いですね、やっぱり。はい、ということで、対戦動画の方の実況解説というのにはあれですけど、解説と説明みたいな感じの動画を流していきたいと思います。私、鉄と、はい、解説の方には石郷さんについていただきます。はい、石郷さん、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速流していきましょうかね。インフェルニティデーモンがちょっと特徴的な。そうですね、これ、裏スリーということでよろしいですか、ね、これは、いわゆる。イラスルー、イラスルーって。制限は、今回、日本に合わせてます。日本の1月制限です。はい。はい、日本の制限に合わせた。これ、所定ですね。あ、シャドール強いですね。シャドールも UA も。いつも長い、はい、はい、早速、新規のカード出てきましたよ。UA スタジアム。スタジアム、ほう。スタジアムですね。あの、UA が召喚されると、まあ、いわゆるエアーマン効果。ほう。なんすか、そのおかしい効果。UA が SS されると、500パンプです。なんだこれ。まあ、ツールとかが毎ターン使える増援みたいな感じなんで、それと考えてもらえばいいかなっていう。おっと、ミッドフィルダーしましたね、ミッドフィルダー。石川さん、お任せします。はい。ミッドフィルダーはこれ、下級唯一の UA でしてですね、UA の共通効果として、手札の UA とフィールドの UA を入れ替えるんですよ。これがいわゆる攻守交代ですね。ほう。で、ミッドフィルダーは自分以外の UA も入れ替えることができるんですね。へぇー、はい。今これ召喚して、スタジアム効果で、マイティースラッガー。これバッターが来ましたね。一応その、名前から意図してるのはそれでいいんですね。その、そういうイラストってことで。バッターが来ました。バッターが来ました、はい。はい。ミッドフィルダーは戻って、これは、パーフェクトエースですね。パーフェクトエース特殊召喚なので、これ、500。攻撃力アップします。守備力2000ちょいです。検討みたいな感じだなって言われてるんですけど、この攻守を交代するっていうののメリットというか、その辺はどうなってくるんですかね。そうですね、攻撃向けの効果と守備向けの効果がそれぞれのスポーツでいるんですよ。はいはいはい。野球はスラッガーがアタッカーで、このパーフェクトエースが投手、守りですね。はいはいはい。このパーフェクトエースの効果はですね、手札1枚を賄賂天罰に変えます。
なんだろう、攻撃と守備でそのカードを入れ替えて対応するみたいな感じでいいのかな。あ、ね、スタジアムで選手が入場し、だんだん選手が増えてくるので、はい、おマスマッチ来ましたね。はい、もうシャドルのね発動に対してパクトエースが今これが抑えましたね。あ、このエースの天罰効果でしたっけ。天罰効果です。はい、ワイド天罰効果ターン1の、おっとこれに対してシャドール、これシャドルエルシャルフジョン、あ、はい、あ、そうかそうか、天罰とはいえともスペルスピードがね兼ね合いで、はいはいはい、ただ天罰効果はフィールド以外でも打てるので、おお、それはすごいですね。仮に墓地に行ったとしてもマスマジの効果無効になります。ああ、なるほどなるほど、ずっと見続けるわけだ、はい、ほいほいほい、はい、まあ、シャドールもねこの効果に負けじと効果をっていう感じになってますね。プリマチ属性ということでね、はい、右側のデーモンはあの裏すりなんで皆さん気にせずに、はい、それサウゼアのねスーパーレアということで、はい、あの困った時トップデーモンということで、トップデーモンっていうね気持ちがこもってますね。はい、これはマスマシちゃんだからシェキナーガですかね。これは俺からこそじゃなくてフィールド魔法 UA スタジアムみたいな。そう、余裕でやらないかんですね。これ UA スタジアムはその相手の動きに対して発動する効果とかはあったりするんですか。全くありません。はい、ということはもうシャドルの動きに注視して良さそうですね。そうですね、はい、シェキナーガが、はい、落ちたヘッジホッグの効果で何かを察知しようとしてた。もちろんこの UA の効果は単1ですかね。単1ですね。ああ、そうですね。それはちょっと、さすがにね。さすがにね。あ、ちなみに相手ターン中しか打てないです。ああ、はい、なるほど。投手は打者としては弱いんですよ。どこまで忠実に再現しますか。相手の攻撃隊で抑えのエースなんですね。はぁ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 、はい。そんなカードデザイン。あ、それはわかりやすいですね、けど。ちなみにこのシェキナガいつでも打てるんですか。シェキナガいつでも打てるんですけど。ああ、なるほどなるほど。おぉ。これは、ドラゴン？ドラゴンっぽいですね。ドラゴンをサーチしたのかな。いや、UA 側にはセットカードが2枚ありますし、はい、スタジアムもありますから。セットデーモンってやつですね。はい。お。1枚セットは虚脱だったと。あ、シェキナーが戻っちゃった。バイバイ、シェキナーが。はい。で、ドロー。UA。ミッドフィルダー召喚。ミッドフィルダー。ノーマル召喚で効果、エアーマンです。エアーマンですね。はい、すごいなぁ。一度さえ効果発動してもしまえば。バイキンスラッガー2枚目ですね、これは。このスタジアムが、すごいですね。一回でも効果発動すれば、まあ、もう元取ったみたいな状況。はいはいはい。スタジアムとミッドフィルダー。ミッドフィルダー以外は全員レベル5以上なんですよ。お、ということはやっぱミッドフィルダーが。ミッドフィルダーしかいない。はいはい。で、効果で、今加えたスライド入れ替え。はいはいはい。で、SS なので、それぞれ500攻撃力が。この入れ替え効果があるからレベルが高いのがあまり気にならないみたいな感じなんですかね。はっはっは。で、スラッガーの効果はアルマレスです。ほう。バトルをするとき、相手は魔法トラップ効果を発動できない。これはスラッガーもう攻撃するなら飛ばすみたいな感じですね。そうですね。さすが打者のエースですね。今これ500パンプして打点26ぐらいあるのかな。あ、やはり攻撃に特化したカードってまさにその通りなんですね。そうですね。さあ、シャドルにターンが回りまして、はい、俺から埋葬からフレーズスタートというところでしょうか。その UA のデッキスピード的にはどうなってくるんですかね。まあスタジアムないともうダメなデッキです。ああ、スタジアムがないともうなんだろう、動けないデッキではあると。スタジアムしっかり引いてますからね。もうすでに発動2回も効果を適用。パンプに関しては何回発動したか分かんないですけど、パンプに2回ぐらいしたのかな。 UA 墓地メタカード入れやすそうだなって。これ構築自体はどうなんですかね。もう特化なのかいろいろ見てるのか、なんかそんな前情報みたいのは。 UA 自体がまだこれ、なんでしょう、ネクストチャレンジャーズの段までの UA しか入ってないので、はい、合計4体しかいないので必然的に UA 以外を入れなきゃいけなくなってしまって、そこが罠とかだったの。はい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 。さあ、この今猛威を振るっているシャドールがどこまで
食い込めるのか、むしろ UA の方が食い込む側なのか、どうなるのかな。フィールド頼みは列車みたいだなっていう、もう本当にスタジアムがないとそのね動けないっていうんであれば、かなり構築というか、まあ、弱点が見えてるみたいな。そうですね、UA が揃わないといけない。UA に破壊体制とかあったりしますか、そのスタジアムですかね。あ、スタジアムは普通に破壊されますね。ああ、なるほどなるほど、はい、UA のモンスター自体はゴールキーパーが守ってくれるんですけども、ね、ほうゴールキーパーは先行流スターダストですね。はい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 、UA モンスターを守れます。列車でいう展開走車ないと回らないのと一緒なのか、ね、海外はそれではあのミッドフィルダーがあの造影3枚あるんで、まだ全然ちょうどある。なるほど、これは UA に対する対策の対策というかね、やっぱ攻略の仕方の一つ、フィールド魔法を割っていこうみたいなね。そうですね。さあシャドール側はこれどう動いていくのかな。普通にターンを回しちゃったのかな。そうですね、ワールド支配ないのは強いですね。ああ、だからそのフィールド魔法が残りやすいというコメントありましたけど、なるほどなるほど、そこら辺もついたようなデッキなのか。さあここから UA、 おシャドルの方ですね。シャドルがマスマティシャンというね、相変わらずのパワーカードと言っていいんじゃないでしょうか。マスマティシャン効果を、はい、あ、パークトエースで抑えられましたね、マスマティシャンが。相手のターンのみ動ける。そしてそれに対して、これはなんだ？デモンドチェーンか？デモチェですね。デモチェで、はい。巨奪で戻しましたね。おー。巨奪でかわす。かわして、マスマスちゃんが抑えられました。抑えられた。なんか抑えるっていう効果が、まさにピッチャーの効果と、そうですね、抑えられた。抑えと噛み合ってるっていう。へぇ、本当にそういうデザインなんですね。本当、それですね。攻守のあるスポーツ。相手の回には抑えると。自分は攻撃のカードという、これをまた3枚目のミッドフィールダー、あ、そうか、戻ってるからあれか、はい、3回目という言い方になるのか。そしてミッドフィールダーはバトルフェーズ中でも戻れる。戻れます。おお。そしてパック2です。これメイン2パック2です。すごい、起動効果なんでメイン2ですね。はい、抑えは完璧。抑え完璧。アメリカンジョークとかない。やっぱり、なんでしょうね。そういう、その、攻守を回すっていう意味だと、結構、速攻性っていうデッキデザインではないのかな。ワンキルは、まあ、現状のカードフールだと相当難しい。難しい。はい、まあ、こう、まあ、ターンを重ねて戦っていくような。はい、ただ、まあ、高校ワンキルは実はあるっていう。ほう。お、けど、シャドルがダムロ出しましたよ。まずはそのまま殴っちゃった、はい、そしてこれで効果が通せるのか。落ちちゃいますね。スラッガーあたりを効果を使って破壊したいか。スラッガーが26ぐらい、結構かなり高い打点になってるんですよね。そうですね、あの先ほどスタジアムの効果で、スタジアムの効果で、もともと2000円ぐらいだったかな、1とかだったかな。なんですね、シャドル側はそのシャドルの動きというよりは1枚のカードパワーで戦ってるような感じになってますもんね今。そうですね、やはりパークトエースはパークトに抑えてる感じ、パークトに抑えてる完全試合みたいと思ったら、なんか叩きすぎましたけど、なんだこれ。なんだ今、何言われたんだ今。新しいカードがこれですね、この手前のカード、なんか閃光が出てるみたいなカード。なんだ、UA じゃないですか、ね、UA からの劣戦の効果で星が6かな。ゴールキーパーだな、これゴールキーパー、はい、劣戦でゴールキーパーが出て、ゴールキーパーと打点の低いゴールキーパーとミッドフィルダーを入れ替えて切ったって感じですかね。ゴールキーパー自体にそのアタック的な効果が、いや、ゴールキーパーはないですね。守りの効果なので、攻撃力1000、守備力2800、一旦に一度先行流スターダストです。ああ、だから今単純に星5のカードを使える劣戦との噛み合いで出て、ダム道処理してみたいな感じだったのかな。ダム道処理して、ミッドフィルダー自体はアタッカーの方といっても 1,2 の線っていう200程度しか違わないんですけど、あ、まあパフォーマンスですね、どちらかというと。